カウントは一つ。ファーストが取っている。井口取って飛び出していた中田翔、タッチアウトのダブルプレー。これがどうなるかですね、この1回の結果が。近藤も捉えたんですが、この表情。1回の表裏終了した札幌ドーム、両チームスコアレスに終わっています。